はい、皆さんこんにちは、生命記です。今日は、12月の31日、大晦日っていうことで、大晦日のお昼ご飯に年越しそば、これいただきたいと思いますね。今日でもう今年も終わりですよ。早いですね。ではね、まあ1年の最後のお昼ご飯はやっぱりね、年越しそばで締めたいと思います。では今日はね、もう大晦日なんで、ちょっと日本酒、これ月桂冠さんの辛口を電子レンジで、ね、熱燗にしてきました。今日はもうお昼から軽くいただきたいと思います。湯気出てるの見えるかな。見えないか。ほんのり湯気出てるんですけども。では、ね、お先に失礼して、今日はお昼からいただきます。じゃあ熱燗でね。燗にすると日本酒の香り出てきて美味しいですね。でこう辛口な感じで、いや昼間から飲むお酒は美味しいですわ。ではじゃあ七味、これ全部七味かけるかな。全部七味いるかな。きんぴらと鬼つけと、あとちょっとね、天ぷらそばにも軽くかけて、まずはごぼうからいただこうかな。きんぴらごぼう、これうちの母が作ってくれたきんぴらごぼうですね。いつも藤子さんのね、きんぴらごぼう食べてますけども、今日はうちの母の手作りのきんぴらごぼうです。量ね、どうしてもね、ちょっと作ろうと思ってもね、手作りしちゃうと量をたくさんできちゃうんで、ちょっとずつちょっとずつ、お正月これからまたね、三が日もあるんで、つまみにちょうどいいんでね、ちょっとずつ食べていきたいと思います。ごま油がほんのり香って美味しいですね。甘辛くて、本酒進むおつまみですよ、これも。皆さん年末年始どっか遊びに行ったりするんですかね。私は何にも予定ないですよ。何にも予定ないんで、もうずっと家ですよ。家にいますよ。どこ行くって言っても混みますからね、休みの時期は。外は雪降って寒いし、寒波来るとか言ってるんで、家でね、熱燗飲んでるのがいいっすわ。ではお蕎麦ね、メインのお蕎麦いただきたいと思います。ちょっとこれで見えるかな。きんぴらちょっとこっちに移動して、あーちょっと時間経ってるんで、つゆ吸っちゃって、つゆがちょっと少なくなっちゃったかな。麺はもうお蕎麦は半玉分だけ、一玉だと多いんで、エビ天も2本入ってて。ではいただきます。ちょっと大丈夫かな。こぼれちゃった。あーもったいない。ちょっとね、お蕎麦とね、私自分のこの体が離れてるんですよ。どうしてもこうカメラに撮影しようと思うと、ちょっとね、自分からちょっと離れた位置にお蕎麦あるもんで、ちょっと食べにくいんで、撮影しながらだと。ちょっと持って食べようかなね。こんな感じで年越しそばいただきます。いや美味しいですね。やっぱ天ぷらが入るとね、全然違いますね、お蕎麦。これかぼちゃの天ぷらも入ってます。あと大葉ね、大葉の天ぷら。じゃあエビね、エビ、よいしょ、エビの天ぷら行ってみたいと思います。
うん、ああ衣がねおつゆ吸ってうまいっすよやっぱり。うん、ちょっと待ってくださいね。ちょっとお盆、ちょっとさっきので汚れちゃったんで、ちょっとお盆きれいにして、では日本酒熱燗、月桂冠さんの辛口の熱燗、お蕎麦たぐりながらね、熱燗いいですよね、粋でお蕎麦屋さんで、下町界隈のお蕎麦屋さんでお蕎麦たぐりながら、ね、日本酒飲むのも美味しいんですよね。盛りそばね、天ぷらの盛りそば頼んで、で天ぷらつまみに日本酒こうね飲んで、でもうちびちび飲んでるとお蕎麦がもう乾燥してくっついちゃうんですよね。そうするとお蕎麦にこうおちょこにこうね日本酒入れておちょこにこう回してかけて、熱あるそば盛りそばにでこうほぐして食べるっていうね。お店によってはこうねお蕎麦のこう入れ物ザルがダメになるっていうんで禁止されてるお店もあるんですけどもね、そうやって食べるのがね美味しいんですよ。では鬼つけ、こちらもうちの母が作ったやつ、もうさっき作ったやつで、ね、まだね味染みてないと思うんですけども、まあつまみにちょうどいいんで持ってきました。うんうん、あやっぱりまだね味はまだ染みてないですね。明日あたり美味しくなると思うんですけども、ちょっとね食べたかったんで持ってきました。うん、蕎麦もねちゃんとこうナルトも入れてね、彩りでナルトも入ってます。こんな感じで、おいただきます。うん、うん、あと舞茸とかあと鶏肉なんかもこうね出汁に入っ出汁取るのに入ってます。うん、鶏肉入れると出汁出て美味しいんですよね。舞茸も美味しいですし、うん、ではまたね熱燗飲んで、皆さんとこもうあれですかね、もう昼間からもうごちそうで飲んでるんですかね、お寿司とかそういうので親戚集まったりして、うん、うちはあの挨拶に来る人とかも特にいないんで、もうね静かなお正月ですよ、年末年始。うん、じゃあまたお煮つけ食べようかな。につけ、ふき入ってるんで、ふきね。あ、これ大角天っていう青森の名物、おでんなんかに入れたりするんですけども、あの薄っぺらいさつま揚げ、薄っぺらくて大きいね四角いさつま揚げ、これまあ切ってるんでこんなんですけども、大きいね四角いねさつま揚げがあって、ね、薄さはこんなもんですよ、5ミリないくらいかな、薄いさつま揚げでおでんに入れたりもするんですけども、こういうお煮つけに入れても美味しいんで、大角天も入ってます。うん、あ、きんぴら、きんぴらもねいただいて、うん、本当はね、なんか動画かなんか、動画かアニメかなんか見ながらゆっくりちびちび飲んでいきたいんですけども、動画撮影してるとやっぱりついついねペース速くなっちゃって、うん、
そばも、ああ大葉がもうベロベロになってるな。大葉ベロベロになってるな。大葉の天ぷらも美味しいですよね。こんな感じでいただきます。おお、うんうん、だかぼちゃ、かぼちゃちょっとねあったんで、かぼちゃも天ぷらにしちゃいました。うん、うん、かぼちゃの天ぷらうまっ、うん、で日本酒、うん、もうないかな日本酒、そんなに持ってきてないんで、ね、昼間からあんまり飲んでもね、これで終わりですわ、うん、ではまああとはね長くなっちゃうんでこの辺で、あとはまあね動画かなんか 見ながらまたちょっとねゆっくり続き飲んでいきたいと思います。あ、食べていきたいと思います。では多分今年の動画はアップする動画はこれで最後だと思います。今日は大晦日の晩酌動画撮りますけども、大晦日の晩酌動画は、ね、1日の午前中に多分動画上げることになると思うんで、今年の、動画は、これで多分終わりだと思います。なんか気向いてゲーム動画とか撮らなければですけどもね、では、今年1年皆さん、ご視聴いただいてありがとうございました。ではね、来年も頑張ってね動画上げていきますんでよろしくお願いします。では、皆さんね良いお年を。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。